今日は第16代天皇仁徳天皇について喋りましょう。仁徳天皇は本名は大佐々木命です。実はこの仁徳天皇は僧正和歌伝に書かれている和王さん、和の五王の最初の三と言われています。実は本当は和の五王のもう一個前に和王も、書かれてるんですよ。ある意味和王氏っていうのがいますが、これが多分王仁天皇と思います。仁徳天皇陵、世界最大の古墳です。皆さん、世界最大の前方後円、中国秦の始皇帝の古墳よりも広く、エジプトクフ王のピラミッドより広く、世界最大の古墳はなんと日本にあったんです。日本にあったんです。いずれ仁徳タワーが作られるという噂がありますが、作ってほしくないです。困るのは仁徳天皇陵、代々数千人にわたって守ってきた立石一族は守る場所がなくなってしまうからです。マムシを使って守ってきました。そしてまあこの仁徳天皇というのは世界最大の古墳に眠る。もう一度一体何したかというと、仁徳天皇陵を作ったのが最大の功績なんです。久しぶりに民の人たちを見ようと思ったら、みんなかまどの煙が立っていない。どうなってるんだ、農作物がなくって米も取れなかったんです。みんな苦しんでます。そこで仁徳天皇陵は考えます。では私の墳を作ろう、私の墳墓墓を作ろうって言ったんです。みんな困るじゃないですかということなんですが、仁徳天皇の考え方は、仕事がなくなった畑も作れない状況になった人たちに、その農閑の時に仕事を与えようということなんです。これ現在で言えばケインズ経済学です。今で言うとケインズ経済学と同じ、仕事のない人に、仕事を与えるという、これ公共事業を作る、公共事業ですね。今で言うと道路を作る、橋を架けるということで仕事を与えるということで、仕事を与えて給料を与えるということを考えたんです。それが仁徳天皇陵でした。だから仁徳、仁の徳があると書かれて仁徳天皇陵なんです。それが仁徳天皇です。僕は公共事業を与えようとは思ってませんが、将来はぜひ自分も小さいながら前方後円墳を作ろうと思います。小さいながら前方後円墳を作ってみたいと思います。生きてるうちに作って、その中ちょっとスナックみたいにしたいですね。スナックというかカフェなんですけどね、歴史喫茶縄文という感じで、歴史の話を語れるようなそんな喫茶店を作りたいと思います。そしてこの仁徳天皇陵を作った、世界最大の古墳を作った仁徳天皇陵のお兄さんが大山宗男命という人です。大山宗男命はだいたい山を中心に力を作ってました。仁徳天皇は平地を治めました。大阪の平野部を治めたのが仁徳天皇陵です。この頃、都は大阪にあったんですね。そして大山宗男は東部国に行って大山を守る。今でも山森さんという名前の人いますから、僕の生徒に見ましたけどね、大山森やなと思いました。やっぱり関東の人でした。そしてちょっとマイナーな名前なんですが、押さえておきましょう。若野家二俣王子って人です。この若野家二俣の王子、二俣って一体何なんだって感じなんですが、これは結構秘密があります。この人別に多分早草分けの命って人です。兄弟になってますが、同一人物でしょう。同一人物か双子でしょうが、この若野家二俣の王子っていうのは本人は全然有名じゃないんです。本人は全然有名じゃないんですが、一回天皇家が途絶えるという状態になったんです。跡取りがいなかったんです。だからこの若野家二俣の王子の子供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 が継体天皇となったんです。国体、天皇家の国体を結ぶものとして、継ぐものとして継体、国体を継ぐってことで継体天皇となった第26代天皇の先祖です。これが仁徳天皇の弟なんです。仁徳天皇の弟と言ってもピンとこないし、その息子は継体天皇になってもピンとこないんですが、でもこの継体天皇は現在の天皇家の全部の先祖でもありますし、現在の源氏の先祖でもありますし、現在の平氏の先祖でもあるんですよ。全部の先祖なんです。でも露骨に継体天皇って名前つけた御身の峰イケてるね。よくそんな名前考えたら俺言いたくなるわ。実はこの時も、近江は、滝野町の宿根です。